用人用のレッドカーペットの例。この画像の場合、タラップ車をつけ、絨毯を敷き、議場兵を整列させて、用意をしと機内に連絡して、ようやくドアが開けられる。ローマ教皇ベネディクト16世と、アメリカ大統領ジョージ・ W ブッシュ夫妻2007年のトライベッカ映画祭。奥にいるのは、レイチェル・ハリス20世紀特急のレッドカーペット。レッドカーペットは、公式な祭事に、 セレブリティや交換などの要人を歓迎するために本人の歩行路として伝統的に用いられるもの。文字通りの赤い絨毯。レッドカーペットの例として文字として一番古く残っているものは紀元前458年にアイスキュロスによって書かれた古代ギリシャの悲劇三部作、オレステアの一つ、アガメムノンである。トロイア戦争から凱戦したアガメムノン号は 夫への像を募らせる妻、クルタイムネーストラーに赤い道を通るよう進められるが、王はそのような道を歩けるのは神々のみだと言い妻の勧めを断ろうとする。1902年にニューヨークセントラル鉄道で豪華列車20世紀特急に客を案内する際にシンクのカーペットを敷いた。これが近代になってからは最も古いレッドカーペットのもてなしだと信じられている。 20世紀特急のレッドカーペットは、今日でも、かつての客車がプライベートカーとして運行される場合に、ホームに敷かれることがある。ありがとうございます。